どうぞお立ち上がりください。塩を持って、使徒信条を告白してまいります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊の御手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢り来たりて、生ける者と死んだる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。本日は皆さんで詩編103編を朗読していきます。詩編103編、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アーメン。それでは先ほど紹介しました、陶器国を皆さんで賛美してまいりましょう。陶器国や海の果て、水子に住む民も身を慰めもて変わらざる。なお十字架は輝け、慰めもて、慰めもて、長ために慰めもて、我がために揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝け。
さらに賛美を下げてまいりましょう、死を打ち破りという賛美をして一度歌って挨拶の時こう考える時を持ってまいります。失望はない。
が叫ぼう。